神奈川県横浜ベイサイドアクア、おそらく YouTube 生撮影史上最大ポリプテレス激写してきました。どうも、アルナラチです。今回またまたやってきました、神奈川県戸塚ベイサイドアクアさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、すごいですね、古山さん。でかいです。めちゃくちゃすごいですね。顔なんかもいいし、状態も抜群ですよね、はい、か時代が変わったなって感じたんですけど、やっぱりそうですね、今までで一番ですね。今まで一番、ベイサイドアクア過去一。そうですね、アフリカ過去一ですね、これは。アフリポリプテルス過去一、アフリカ。いや、すごい。というわけで今回は目玉、何が入荷されたんですか。今回はポリプテルスコンギクスですね。コンギクス、はい、こちら何便なんでしょうか。これコンゴ便ですね。コンゴ便、はい。まあ、今まで、まあ、ポリステルスのコンギクスというと、まあ、コンゴ便、コンゴコンギクスっていうのが、まあ、メジャーだったと思うんですけど、はい、まあ、そのまさにそのメジャーな、そうですね、昔ながらの、そうです、昔ながらのコンギクス。いや、すごい。今、すみません、こちらの水槽なんですけども、これが65センチから69センチですよ。あ、65センチから69センチの個体群、はい、水槽ってこれ150ですか。150の60の、45ですね、はい。すごい。いや、ちょっと顔をちょっと寄ってみます。はい。なんか状態がいいですね。状態もすごいですね。状態いいし、顔もいいし、はい、抜群ですね。抜群ですよね。だってなんかみんな、なんかすごい、なんか結構、なんか、なんだろう、角度のある顔というか、そう、結構いつもあんまりこれはっていうね、はい、ちょっと丸い顔だったり、はい、っていうの結構いるんですけど、今回はかなりシャープな個体が多いですね。あの、なんか今までその、今過去一だっていうお話あったんですけども、はいはい、それ数的にそれぞれサイズ、サイズですね、サイズ。え、はい、ちなみに今回サイズ一番でかいのってどのくらいだったんですか。87センチですね。87、やば。ちょっとね、ここの水槽にはいないんですけど、後でしっかりと移していきます。いや、だってこの65アップだって、普通に考えたらね、だいぶ少ないですよね。かなりすごいですよね、はい。去年、あの、確か年末年始撮影来た時にね、はい、まあ、コンギグスちょっと数本しかいなかったんですけども、やっぱその時に比べてすごい状態も良いですし、ここまで状態来ることもなかなかないですよね。何があったんですかね。いや、すごいです。いやー、過去一っていうの、いや、過去一っていうのはやっぱすごいですね。ベイサイドアクアさん、今もうポリプで言ったら、もう何百発って知れてる。そうですね、だいぶ100回近いんじゃないですか。結構ね、だからもう10年以上やってる。10年以上、はい、あ、こっちに移って、それでトータルで10年以上やっている中で、じゃ今回そうですね、過去一ということで、はい。いや、すごいです。いや、もうすごいですよ。状態も抜群ですね。状態も抜群。じゃあ、この隣のもちょっと見てみますか。はい。いや、これまた面白い顔の個体がいますね。違う、60から64センチです。60から64センチ。はい。すごい。なんか目が本当に奥の方にあるっていうか。そうですね、輸入しちゃってたとやっぱり結構、はい、あの、出てるっていうよりもへこんでるぐらいの感じですね。で、この頭の角度いいっす。でも本当になんか目小さくて、本当に顔つきもいいっすよね。顔つきいいっすよね。これすごいかっこいいと思います。なんかね、丸顔っていうよりも本当にやっぱ、うん、シャープでワイルドで、なんか精悍な顔つきっていう感じがしますね、うん。ちなみに、まあ、こういうの結構顔だけ見ると結構あれなんですかね、性別とかって分かるもんなんですか。顔でも分かりますし、はい、まあ、あとはもう、尻びれ、尻びれ、はい、尻びれで分かるんですね。これなんかは、まあ、ちょっと反対に向いてるけど、はいはい、これなんかメスですね。これなんかメス。今回かなりメス多かったんで、これはオスですね。この個体はオス、はい。まあ、ちょっと完全に見れなくても、このちょっとだけ見れるものも分かっちゃう。そう、そうですね。あと、まあ、逆にこのサイズでメスでも、成熟しちゃうとオスになっちゃうって時も、ごく稀にやっぱありますよね。はい。
大きくなっちゃう。メスでもそのまあこの下びれ大きくなるってことですか。そうです。メス今このサイズでこの段階でメスだなと思っても、はいはい、それが成熟するにつれてオスになっちゃうってことも、はい、ゼロではない。ゼロではない。はい、性転換ってことではなくて、性転換じゃなくて、まだ成熟しない。はい、ああなるほど。あオスのような尾びれだなと思ったけど実はメスだったみたいな。ああじゃあ逆、メスのような尾びれだと思ったら実はオスだったみたいな。そうですそうです。はい。それと古山さん、またじゃあこのね、はい、下段の水槽がまたやばいんですよね。結構これもでかいですね。これがね70からこれ75ですね。70から75、はい、それってやばいですよね。今後でかいでかいでかい。だって今までのことを考えたら60でもまあまあ一発届けば、はい、いやすげえいい顔してますね。やばいい、いやめっちゃいい顔してますね。いい顔してるし状態もいいし、はい、はい、状態もいいし、え70何70から75ですね。70から75、いやすごいですよこれ、まあ、最近ですごいでかいコンギグスが輸入されるようになって、自分もまあいろいろ見てますけども、コンゴ便のねコンギグスっていうところがまたいいですよね、はい、古き、ね、昔ながらのそうですね、コンギグスっていうね。うわこれなんてもうめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。かっこいい。これお手本っていうか、なんか今後コンギグスのこうなんかね、そうですね、しかもこいつねバンドも太いし、バンドも太いし、これ今後、うん、ってことですか。ちなみに今回革とかそういうの採取って分かるんですか。一応キンシャサリバーしか言われてなくて、取れた地域が、はい、まあ、でも革の名前は何リバーって言いますか。一応キンシャサリバーしか言ってないですね。はい、これ今後なんですか。今後ですね。いやすごい。これだってよく見ると、まあなんか結構そのね、ここのところ、はい、なんかこう、はい、ちょっとマークも見えますし、頭のね上もねこれかっこいいんですよ、ね。かっこいいんですよ。これコンゴなんですね。これでコンゴです。まだこれね昨日の夜届いたばっかなんで、はいはい、これからどん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 もっと発色もしていきますし、はい、そうですよね。発色も。まだだから水筒入れて本当8時間ぐらい、はい、8時間9時間ぐらいしかまだ経ってないんで、はい、そうですね、昨日の深夜お疲れ様です。お疲れ様です。はい、いやーこれもねとめっちゃこれなんかね本当にすげえかっこいいなっていうふうに思います。シャープな感じで。そうですね、はい。じゃあこれってオスかメスかっていったらどっちになるんですか。これはメスじゃないかな。メスっぽい。メスっぽいですね。まあもう大体このサイズになっちゃって大体メスが、はい、まあね、80なんか超えてるやつはほとんどメスが、あやっぱメスの方が大きくなりやすいってのはありますよね。そうですね。でもなんかメス、でもオスの方がなんかちょっとやっぱオスの方がやっぱちょっとシャープな顔っていう。あ顔は？あの顔もだし、体もちょっとメスに比べるとシャープですね。はい。でもこれってでも結構シャープな顔にするんじゃないですか。うん、そうですね。今回の個体群はこうシャープな顔が多い。が多いですね。いやこれもね今ね来ましたけど、見てみます。角度がね、ここの角度がね。いいですね。まあ、ちゃんと映ってるかな、ちょっといいんですよ、本当に。ちょっと今ね、グレーフゴールド入ってますかね。そうですね。水槽のね、ちょっと色ついてってて、本来のまだ色とかそういうのではないんですけども。まあ、入れたばっかですからね、まだまだね。でもなんか、あんまり粘膜も出てなくて、なんか。そうなんですよ、そうなんですよ。まあ、ここの水槽なんかは、まあ、ろ過回してるから、はい、粘膜なんか取れちゃってるけど。水槽、うん。いや、すごい。いや、いいな。ちょっとトントン。まあ、このね、後ろにね、ちょっとね、すごいでかいのがいるんですよ。ちょっと、浦山さんにちょっと撮らせていただいてます。はい、言って。いえいえ、すいません。うわ、ありがとうございます。いや、これがすごい。顔もいいし。はい、顔もいいし。でかい。はい。いやー、これでかいです。これがだから75くらい。まあ、75くらいじゃあるかなと思いますね。はい。手前の個体もね、すげえいいんですけどね。うん、いいです、いいです。いやー、面白い顔してます。うわー。でかい。いやー、やっぱこいつもいいですね。すごい顔の角度が。いいんですよね。まあやっぱ昨日到着した水温なんかもすごい低いんで、はい、まだヒーターもここ入れてないんで、はい、まだまだ本調子でもないんで動きもやっぱ鈍いですよ。やっぱその入場やっぱ水温低くとかそんな感じなんですか。
到着した温度で水槽の温度も合わせておいてあげると、はい、もうそのまま魚入れるだけですので、あとは徐々に水温上がって、はい、まあ、そうすれば活発になるんで動きも。なんかアフリカってそんなに別に暑くないんですか？アフリカは暑いです。あ、アフリカは暑いけど輸入時間、そうです、飛行機乗ったりとか、そうです、飛行機で経由する国を、はい、まあ、その時期によっても経由する国変えないと、はい、全部死んじゃうんで。ストレートで日本に来ないんですよ。それチョコビはない。ストレートで日本に来るようになったらもっといいのにって感じですよね。そうですね、やっぱ経由して経由してって言うんですよ。やばいな、やっぱこの顔すげえかっこいい。いやー、この個体めっちゃかっこいいな。お値段まだ決まってないですか、全然。多分これ70から75ぐらいのやつは多分40万前後ぐらいじゃないかな。40万前後。はい。まだちょっと何も計算できないけど。はい。はい、おそらく。はい。いやー、すごい。ホームページに載っていくって感じですよね。まあ、状態良くなったら。状態良くなったら。うん、1匹撮影して。はい。まあでも、欲しいのいたら乗る前に買うしかないですね。まあそれが一番まあいや本当ね、やっぱりいつもやっぱりいいのってなると、はい、早くそうですね。俺も自分もいつか一番抜きできるように頑張ります。じゃあ今日そのまま持って帰るかいやすごいいい顔、本当に。なんだろうちょっと特別な、なんだろうな、見たことないですね。ちょっと今回、はい、いや、こんなに顔いいのっていうのは、はい、かなり珍しいですよね。はい、普通だったらやっぱり下顎ほとんどない状態で来たりとか、はい、引き先がないとか、はい、時間がないぐらいは当たり前なんですけど、はい、やっぱり顔も全然損傷なく。そうですよね。だって今までね、70アップの、ね、ポリプテレスが生きて届く、ちょっと本当に、いや、そうですよね、すごいですよ、それがもう本当に。が、今では。そうですね、すごい。今回はいい。めっちゃかっこいい。まあ今までで、やっぱ、今後から何回も輸入して、はいはい、で70クラスでこれぐらいの袋に入ってたり。70クラス、あ、はい、はい。丸底の、この、はい、このサイズに、70センチですよ。はい。70センチが、袋1本に入っていて、はい。このサイズの袋ですよ。はい。はい、ぐるぐる巻きなんですよ。はい。それは状態悪くなっちゃうみたいな。ほぼ死んでます。はい。だけど、最近はもう、その、アフリカの人たちが、向こうの出版の人たちがなんか状態よく送れるようになったと。まあ、ここの業者さんなんかは、はい。最高ですよね、はい。最高。いやー。なるほど。まあ、皆さん、まあ、これやっぱでも、やっぱりすごいことですけど、さらにすごいのいるんですもんね。さらにすごい。まあ、今回もすごい状態良かったんで、はい。悪かったやつなんかは今ここに、はいはいはい、あ、衣装ケースに入れてあるんですけど、悪かったっていうのはこれどういうことなんですか？もう体が半分以上浮いちゃってたんですよ。はい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 。それなんか衣装ケースに入れて、はい、もう普通に泳いでるんで、今日まあ、ま、あの水槽戻せますね、これだと。なるほど。これだから、まあ見た感じそんなにね、悪くなさそう。あ、もう全然大丈夫です。はい、もう昨日水槽入れた時点で、はい、体が半分生きたから、まあ、ひっくり返っちゃって、はい、死んじゃう可能性高かったんで、はい、分けてあるんですけど、もうこれは今日水槽戻せます、ね。だってこれあるじゃないですか。これだってもう70くらいあるんじゃないですか。これが多分65から、69のやつじゃないかな。へえ、いや、すごいでかい。でかくて。69くらいですか。これも今日水槽戻せますね。いや、すごい。まあ、状態よ、じゃあ一滴も落ちてないですか、今回。落ちてないです。すごいじゃないですか。いや、じゃあ、すみません、いいですか。はい。いや、やばいですね。この水槽ですか？これです。うわぁ。それでは早速見させていただきます。もう、これ日本最大級と言っていい？まあ、うちでは過去1ですね。ベイサイドアクアさん過去1。はい。10年の歴史を誇るベイサイドアクアさん過去1見させていただきます。
きます。でででで、うわすごい、このもう水槽のもう目の前来た瞬間のこの太さがやばいっすね。これこれはやばい、これやばいっすよ。これ本当に2リットルのペットボトルより太い、太いですね。やばい、全然太い、やばい。まだねちょっと顔見えないんですけど、すげえすげえ。これちなみに水槽180ですか？これ2メーターの900-650ですね。メーターすか、でかいと思ったら、うわすげえこのポリプたち、うわーやばー。え、これがすいませんサイズなんですけども、一番大きいので、はい、この一番大きいのが87ですね。実に87、まあ、尾びれ再生したら90cm ですね、はい、尾びれ再生したら90、はい、いや87ですか。多分なんですけど、多分 YouTube 史上初なんじゃないかな、生撮りにおいては。あ、本当ですか。だ多分ですけど、はい、まあこれね来たばっかりでこのサイズなんで、はい、まだね尾びれ再生すれば伸びますし、はい、うわえどれだろう、まあ、一番太いのはこの真ん中にいる個体かなと思うんですよ。それかな、真ん中のが87かな。87、いや太さ半端ないっすこれ。太さもだけど、はい、顔もまたすごいんですよ。顔またすごいんですよ。うーわすげえ、この隣のも半端ないっすね。これ83かな。83、これうーわ太い。83か80のやつかな、はい。まあ、今後便はまた今後便のなんか今後今月もなんかまた違いますね。本当に違う要素がまたありますよね、はい、うわすげえ。画像で伝わりますでしょうか。個体の、まあ、詳細ね一匹ごと、見たいので無理を言ってね古山さんに個体を動かしていただきました。ご覧ください。ほらこれが87、はい、はい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 。でヒレもちょっと避けてるんで、はい、まあまあ再生すれば、これが再生すれば90でしょうね。90、これが90センチのポンギクス。ポンギクス。いやすごい。じゃこちらもいいですか。こちらもちょっとね全身をもうじゃあ映しちゃった。これって80くらいですか。これ79か、まあ80ですね。じゃあ79か80のこの、はい、この答えオスかメスかとか分かります。これもう完全にメスですね。完全にメス。はい。完全にメスをちょっと舐め回すように見ちゃいたいと思います。このサイズ逆にもうオスがいた方が、はい、オスの方が希少でしょうね。はい、希少オスだ。メスですね。バンドがバンド、そうですね。これ今までのそのコンゴで取れてた、はい、違う産地ってことなんですかね。そういう、まあ可能性もその、はい、取れてる場所が違かったりっていうのもあるだろうし、はい、俺取れてるところは同じって言っててもこうやって個体差があるんで、はいはい、まあ何ともちょっと分かんないところですよね。しかもまあ今まで大きいの来なかったのもその失敗の腕のあれもまあもちろんもちろんありますもんね。うわこれ太いな。これはこれ80だと思いますね。これ79、80だ。はい、顔がすげえっすよ。いい、はい、これなんか本当なんかこれ最高ですよ。本当コンゴコンギクスって感じですね。本当になんかうわこれもメスってことですよね。メスですね。この水槽大体メス。メスです。すごい。でこれなんかはこれもでかいですね。これも79、80ですね。79、80の答え。いやすごい顔がねもうねめちゃくちゃでかいですこれ。でかい。顔がもう。20センチ近くありそうな気が、15センチくらいはありますね。余裕15センチ以上はあるんじゃないかなって。あるんじゃないですかね、はい、顔のここからここまでで15センチ以上はありそうです。いやすごい。これもねいやこんなに今後コンテンツがでかいのが来るなんて、いや奥のマジでモンスター。モンスターやばい。手前に来てくれないかな。先に
はい、先にじゃあ83、はい、うわこれもでかい。いや顔のでかさがねもうね半端ない。顔もでかいし、いやすごいな。いやめちゃくちゃすごいですよこれ。この体ちょっと赤く擦れて、これなってるのは何ですか？もう擦れですよね。はい。輸入のその時に擦ってきた。そうですね。で、それでちょっとまあ、軽く炎症を起こしてる程度のもの。そうです、そうです。まあ、このサイズなんで、まず息届くだけで。まあ、そうですよね。うん。希少ですよね。すげえ。すげえ。いや、マジですげえです。これ83。83。実寸で。実寸で83。いや、まあ、83。いやすげえなこれ。うわあ、でかい。いやすごい。これちょっともう本当にもう関東の大型魚専門店、さすがベイサイドアクアの実力ここにありみたいな、もう本当にもうそんなもうすげえです本当に。これはすごいと思う。いやめちゃめちゃすごい。80台この5本。80台5本。あ、すげえ。まずないでしょうね。まずない。今までその80アップって来たことはあった？ありますよ、ありますよ。富でもあるけど、一番今まででその、はい、尻尾半分ない状態で85っていうのが来てますけど、はい、これは今試着だったんで。試着だったんです。はい。それがうちであの、まあ、剥製で飾ってる、はい、あれですね。はい、ああ。いや、すげえ。今後、コンビクス。やばし。はい、では、ね、はい、来てもらいましょう。はい、ではお願いします。はい、うわ来た。おそらくこれ YouTube 生撮りポリプテレス最大じゃないですかね。でかい、でかい。いや感動。うわマジででかい、これ超すごい。最高。今まで自分が見たポリプテレスで一番でかい、これは。生で見たポリプテレスでは。いや、すごい。いや、すごい。いや、これね、ちょっとね、マジですごいです、これ。もう、なんか、ポリプじゃなくてなんだろう。海にいるでかい、なんか水族館で見るような生物みたいな、そんな印象を受けます。やばい。淡水生物ですか、これ。はい。淡水。いやーすごい。モンスターですね、これもね。モンスターやば。いやすごい。いやすごい。87センチですもんね、実寸で。もう体高がねやばいっすこれ。やっぱこれあれですかね、スレがやっぱ一番多いようにちょっと見えますけど、やっぱそういう。まあまあこういったやっぱスレは多いですね。パワーも半端なさそうですもんね。やべえ。これ相当すごいですよ。これもうめちゃめちゃすごいです本当に。これをちょっとね生で見れて、この太さ、何食べてるんですかね、これすごい。いやーまいっすよ、すごい。でこれその現地のそのシッパーの方、ストックとかって長いんですか？いやいや、まあでも1ヶ月近くはしてるんじゃないですかね。1ヶ月近くしてる、うん、餌とかあげてるんですかね、この間。いや多分一旦あげてないですよね。いやすげー太い。うわー、なんかハム屋さんのでかいハムみたいな。いやもうすげー、そうですね、超太い。もうあのなんていうんですか、重圧感がもうパーってこっち側にもうね、すげえこう、今オーラがもうこっちに飛んでいきますね、めちゃめちゃ。すごい。いや、すごい、これは。これはすごい。これだからね、尾びれ再生して餌食べて、90アップっていうね。そうですね、夢じゃない、ね、夢じゃないというか、現実味があるってことですよね。そうですね。はい。いや、すごい、これ。めちゃくちゃすごいです。ちょっとアップしますか。え、フリアンさんもこのサイズ初ってことですか？じゃあ行って届いたのは初めてですね。すごい。うわこれはすごい。ありがとうございます。いやこれは非常に貴重です、本当にすごい。うわすごい。ちなみにお値段ってこれやっぱすごいですよね。まあまあすごいですね。はい、はい、まあそうですよね。はい、
200とか超えるってことですか。200は超えはしないと思いますけど、200は超えないですか。まあまあ近いような。またちょっとさっきと、ね、違うアングルで、はい、いやすげえ、もうこれだってもうすげえ状態良くてかっこいいですもんね、前にいるのが。どれも状態いいんですよ、すごい。で、あれもマジででかくて、すごい。83。いや、もう今回ほんとね、めちゃめちゃ興奮しますね。昨日ね、昨夜、古山さんから LINE で、届いたみたいなね、どうですかみたいなやり取りをしてたんですけど、普段無口な古山さんが、あれすげえ喋るなみたいな、喋るなじゃっていうか、なんか俺すげえ元気だなみたいな、もうすごい、これはもうね、本当もうね、めちゃくちゃ楽しみにしたんですけど、いやこれもう太い、やばいっす、太い、すごい太い、もうね、このね、このね、これぜひ見てほしいですね、すごい太い。これがね、一番でかいやつですね、この。そうですね。はい。これが一番太いです。でかいです。でかいです。これ反対側とかちょっと見れないですかね。まあ、難しいですか、大丈夫ですか、大丈夫ですか。これ押すですね、これ。あ、これ押す、あ、ほんとだ。すーげえ。いや、すごい。こいつがね、ほんとにモンスター。マジでモンスター。いや、奥にもね、モンスターいるんですけどね。奥にもモンスターいるんですけど、走ってきた。来ました。反対側。でかい。でかい。いや、すごいでかい。うわー、走ってった。うわー、怪獣だ、マジで。すごい。いや、これもでかい。これ80。これ79から80なの、こんなに。うわ、太さがあるからちょっとね、もう本当にでかく見えました。いやーすげえ、いやーすげえ、本当に、いやー本当にこれでまたね、今後、その今後っていうのは後をね、未来に現地のそのシッパーの方のね、採取方法だったり、その梱包技術がさらにね、レベルが上がって、さらにもっとね、でかいかったり、ね、安全に、で、そのね、そうすればこっちだって取引しやすいですもんね。そうですね。そして価格も落ち着いたりとかして、いろんな人が買えるようになる未来待ち望んでます。いやーすごい。200はいかないですか。200はいかない。200はいかない。はい、100は超えますよね。100は余裕です。余裕ですよ、うん、それはまあ、それはまあそうですよね。だって日本最大級ですから。はいはい。いやーすげー、すげー、いやー本当にすごいです。まあ、あとはもう本当取り、あと虫下ししたら、その宿立ちとそれ直ったらもう、はい、出せるような状況ですよね、状態ですよね。あ、じゃあこちらは、販売っていうのは、まあこれ今日本に来て10時間くらいですかね。そうですね。10時間から12時間くらいなんですけども、まあこっから薬を使って寄生虫の駆除だったりもうだけで大丈夫ですね。 あとは本当、はい、ちょっと大きい個体なんかはそれがある、はい、ね、その個体なんかはもうちょっと置いた方がいいかなと思いますけど、はい、もう近々もう販売できるような状況ですね。まあ、トリートメントして近々。そうですね。いや、すごいです。あ、オスどれでしたっけ？オスこれですね。オスこれ。はい。そうやって唯一のオス。この水槽では。このサイズ80クラスで打って相当逆にいないんですよ、はい、長いですね、こいつは。はい。すごい。いや、すごい。じゃあ、あいつメスってことですか、こいつ。これですかね。はい、これメスってことですか。顔がなんかすげえかっこいいんですけど。これメスっぽい、まあ、メスですね。メス。はい。
ごい。いや、ありがとうございます。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。この本当十何時間くらい前に古山さんが LINE でね、無事到着したと連絡が来て、でも本当翌日すぐね行きました。まあ今ね薬局中だったり、まあこのでかいのは粘膜が出てたりしてね、ちょっと水槽濁っているんですけども、本当にねこの貴重な撮影ができたなというふうに思いました。また次回、ベイサイドアクア編ね、違う魚も撮影してきたので、そちらの動画もよかったらご覧ください。それではこの動画面白かったと思ったらぜひグッドボタン、まだチャンネル登録してない方はぜひねよろしくお願いします。また次回お来てください。